1、これまで防衛省が実施してまいりました各種調査、それを踏まえた検討の結果について、原田提案結果、佐竹知事をはじめとする皆様に対してご説明をさせていただくところであります。しかしながら、他の国有事の検討によりまして、資料に記載されている射程の角度に重大な誤りがございました。また、住民説明会の場におきまして、職員による誠に不適切な対応など、防衛省としての不正が問われる事態が生じたことにつきまして、誠に申し訳なく思っており、改めて深くお詫びを申し上げましたのでございます。まさにこれからも防衛省さんの作業というのはマイナスのスタートです。そのように、弁護士に対して言います。必ずしもこれですね、防衛省の内部の信頼性、あるいは住民に怒り、我々の面に対する不信感という、そういうこともありますが、まず現場でしっかり任務に努めている、他人の資金に勉強します。また、これは少し大げさでしょうが、国際的に安保の防衛政策、こういうふうにずさんなのかという、もう一回ですね、しっかり説明して、丁寧な説明というのも、正確な説明、調査、検討をやり直しまして、またできるだけ問題の分かりやすい、正確な説明ができますよう、検討してください。よく問題に僕は不発ですよね。何かあった時に地元住民を守るね、国民保護法で言ったら、それだったらね、何十キロ離れても同じじゃん。それじゃなくて、今日はお詫びに参加していただきました。防衛省内におきましては、原田副大臣を長とした、イージス・アシュアの整備推進本部を速やかに立ち上げさせていただき、内局はもとより陸海空自衛隊関係部局、すべて参画をさせる体制を、整えて、まいる所存でございます。日頃から防衛省が地元の住民の立場に立ち、あるいは寄り添って丁寧に説明をしていくという、その意味を返さないと、それに反する行為だという意味では、非常に防衛省の信頼感を失わせる、そういう結果になってしまったということは、私どもとしても非常に不本意になりますし、残念なことだというふうに思っています。説明とこの資料というのはかみ合わないところもあります。例えば、安全的な保安距離を維持するために700メートルほど取ったと、これは現実的に近いよりも遠い方がいいわけでありますけれども、内部について検討し精査して我々に説明をするということですから、その説明を受けた後に判断するということです。県民そして市民の皆様方に改めて深くお詫びを申し上げたいと思います。カレーが敵地だという考えに変わりはないのか、あるいはもうカレーが敵地だとは言えない段階に入っていることか、その点をお願いします。まずは信頼回復をするということが第一だと思っておりますので、他の国有地の検討部分についてもさらにしっかりと調査をしてですね、より正確なデータを持って説明をし直させていただきたい。